大学への数学は、大学受験での数学を取り扱う東京出版の雑誌。略称は大数。本誌は、都市圏以外に在住する学生が、受験関連の情報にアクセスしやすくなることを目的として、東京出版を創業した黒木正則により1957年に創刊された。黒木自身はもともと法学部の出身だが、勤めていた。 予備校で数学を教えていた際、母校である宮崎県立妻中学校で執り行われていた数学の授業内容に対し危機感を覚えたことがきっかけで出版業界への扉を叩いた。創刊以来30年程度は創刊者の弟に当たるソニーの取締役を務めた経験のあるデザイナーの黒木康夫が表紙のデザインを担当した。 毎巻 B5 サイズの100ページ程度から構成され、高校数学での履修範囲を体系的にまとめることに加え、受験数学に限らず学問としての数学にも読者に関心を持ってもらえるような内容を目指して編纂されている。特に巻末に収録される学力コンテストは、総刊号の1957年6月号から実施され数学の問題が毎月6台出題されるが、 大学入試で出題される問題とは異質な内容になっている。発売日から20日程度までが回答期限として設定されており、毎月投稿される約1000通の応募の中から上位の成績を収めたものは氏名が掲載される。正当していてもエレガントな解放でない場合には、辛口のコメント付きで添削され、入賞者にはバインダーなどが贈呈される。 学校よりも難易度の高い問題は、宿題というコーナーで出題されている。2014年に、ノーベル物理学賞を受賞した、電子工学者の天野博士や、マグマ学者の辰美義行も、高校時代、受験生時代に愛読しており、辰美は、受験勉強というより数学として面白かったです、と、評している。フィールズ賞を受賞した森重文は、 学校の成績上位者に名を連ねていた一人であり、とことん考えることを教わりました。大学への数学から教わった私の原点の一つですと、朝日新聞の取材で語っている。さらに、東京大学の又野博しは、本誌のコーナー、宿題に影響を受け、自身にとって初めてとなる学術論文を執筆するに至ったと明かしている。その他、片岡清美、黒川信繁、 神保道夫といった数学者、学習塾セグの創立者である古川明夫、作曲家の倉本祐希、副職者の中野香織も本誌 OB の一員とされている。本誌は南関大学の理系学部を志望する高校生向けの数学雑誌という位置づけで受験生のバイブルと称されることもある。 発行部数は2005年の時点で、交渉8万部とされており、総漢事から編集者として携わった、東大名誉教授の藤田博氏は、学生改革の後に新家庭向けの教科書が要請された中で、高難易度の内容を含む本誌の編集方針が、読者に受けたため観光数が伸びたのだろうと話している。2014年における朝日新聞の取材によれば、 中高一貫校の神奈川県立相模原中等教育学校では最終学年の春季に大学への数学が教科書として利用されることが紹介された。その他朝日新聞社が2019年の大学入試合格者に対してアンケートを取ったところ、東大生が愛用していた参考書、東大理系、京大生が進める参考書の中に、 大学への数学シリーズが名を連ねた。2006年6月には、本誌の創刊50周年を祝うパーティーも開催され、本誌の編集者に加え森重文などの数学者、予備校教師が参列した。過去の執筆者を含む、以下は2021年時点のもの、以下は2021年時点のもの、ありがとうございます。